友が、裏は、島根県大田市に馬町の日本海に面した湾と集落。世界遺産岩見銀山の構成資産でもある。岩見銀山で産出した銀を銀山街道で陸送した後、友が裏で船に積み込み搬出した。友が、裏は周囲を山に囲まれた谷町地形で、東西方向に奥行き約280メートル、幅は平均30メートルの傾斜地で、 湾は奥行き約100メートル、防波堤を除く湾口幅約60メートル、水深3から4メートル。現在は10個ほどが暮らし、漁港となっている。周辺の海岸線はリアス式海岸で多くが、北西向きに開作されているため冬季に季節風の影響を受けやすいが、ともが裏は西向きで湾口に牛島と沖の牛間があり、波よけの役割を果たしたことで良好となった。 友が裏への人の定住がいつ頃から始まったのか、定かでないが、岩見銀の積み出し工としては、最古で16世紀半ばの銀山の本格的稼働に合わせて使われ始め、海鮮で栄えた。友が、裏が選ばれたのは、岩見銀山から直線で約6キロの最短に位置していたことによる。江戸時代になり、銀の産出量が増えると、土地の狭さから、集積地としては不便で、 瀬戸内海へ抜ける街道も整備されたことで、積み出し量が減り、住民は、漁業、農業、生園へと転業した。集落の入り口には、板所があった、板屋敷や馬で運んできた銀を下した、馬落ちといった王子を忍ぶ地名が残されている。世界遺産登録範囲面積は洋上を含む15333.55平方メートル。アクセスは、 山陰本線の馬路駅から徒歩約10分。友が裏の景色集落を背後から望む集落を海側から望む港港ありがとうございます。